に。ちょっと熱があってな。どっちだ、上か下か、どっちに行けばいい。さっきお父さんに連絡して事情を話したら、警察がヘリで屋上に来てくれるって。バカ、なことしたら助けに来た警察のやつらに。いや、よくやったソラ。工藤君、タイムリミットだ。どういう意味？奴らが追ってくる。俺が残っておとりになって。ダメ、一緒に行くのよ。心配すんなって。俺は死ぬわけにはいかねえから。でももしダメだったら、その時はランに伝えてくれ。いつだって俺はそばにいたって、ずっとそばにいたって。そんなの伝えない。信じてランを頼んだぜ、灰原。くどっか。またな。ナイトがいるようだ。ですが女はどこに？今の男の屍を晒してやればシェリーも観念して出てくるだろうぜ。あいつらが逃げ切るまでの時間稼ぎ。当然だろう。頭が回らなくなってる。
被害者の部屋のキー。ランたちはもう屋上に着いたはず。一か八か。兄貴。ナイトは20回だ。どこを探せば。全部だ。いませんぜ。観念しな、ライトさんよ。もう貴様に逃げ場はない。おとなしく我が銃口の前にひざまずけ。そいつはどうかな。何？くそ、つかねえ。聞こえねえか、この音。俺の呼んだ警察の特殊部隊の20機のヘリの音だ。なんだ。いたぞ。なあ、今すぐ助けるからな。なあ、あれ、ランの話だと、ランと探偵ボジとその依頼人の女のはずだが、あれは博士のところガキじゃねえか。あの探偵のお兄さんが追われてる。助けて、早く。探偵ボジか。どこ、どこに。直にこの部屋に総勢50人余りの隊員がやってくる。観念すんのはあんたらの方だぜ。兄貴、真に受けるな。はったりだ。もし本当ならヘリの音と同時にこの部屋に突入していたはず。大方パーティーを中継していたテレビ局のヘリなんだろうぜ。そこか。何者だお前。探偵さ。いたぞ、探偵ボス。警察官だ。